警視庁は1948年から1954年まで東京23区内の警察を管轄していた自治体警察。1948年に警視庁が解体、廃止され自治体警察を設けない地域を管轄区域とする国家地方警察東京都本部と23区の区域を管轄する自治体警察である警視庁が設置された。 東京都知事のもとに特別区公安委員会が設置され、東京都議会の同意を得て、公安委員を任命した。なお、東京23区以外の地域は、八王子市警察など、各市町村警察及び、国家地方警察東京都本部が担当した。国家地方警察が、警察共用施設管理権と通信施設管理権を握っていたので、東京都においても、 国家地方警察東京都本部が警視庁に対して優位な立場にあった。1951年の旧警察法の改正以降は国家地方警察から警視庁の警備公安部門に対して裏金の配分も始まる。1954年に新警察法が施行され国家地方警察と自治体警察が廃止されることに伴い新たに東京都全体を管轄する。 警視庁が設置された。警視庁の幹部は、国家地方警察にいた公文組の旧内務官僚によって独占され、非公文組が中核を占めていた自治体警察の幹部は排除された。1954年時点1948年時点、田中英一警視総監級警察法課の警視総監は、田中英一がずっと在任していた。なお、 この当時の警視総監は地方刑務官ではなく東京都の公安職公務員であり法律上は特別区の損する区域における自治体警察の警察庁と規定されていた。ありがとうございます。